こんにちは、紫スポーツの伊藤です。今回はスノーボードグッズの保管方法について説明していきます。スノーボード、バインディング、ブーツ、それぞれの性質を考えても劣化は避けられないんですが、それぞれに合う方法で保管することによって劣化の進行を抑えることができます。これからその保管方法について詳しく紹介していきます。一つ目がスノーボードの保管方法です。スノーボードはシーズンが終わったタイミングで、まずこちらのクリーナーでボードの滑走面についている汚れを落としていただいて、その上でソールを保護するためにこのホットワックスを、ベースワックスをしっかり塗って保管するようにしてください。直射日光の当たらない場所に保管して、できれば風通しの良いところで保管してあげると劣化が防ぎやすいので、そちらも意識して保管するようにしてください。2つ目はバインディングの保管方法です。バインディングをスノーボードにつけたまま保管してしまうと、スノーボードに負担になってしまって、スノーボードが変形してしまう恐れがあります。バインディングはスノーボードから外した状態で保管するようにしてください。どうしてもスノーボードにつけたまま保管する場合であれば、ビスを少し緩めて保管していただくだけでも、スノーボードに対する負担を軽減できますので、ぜひ緩めて保管するようにしてください。バインディングだけを保管する場合は、直射日光の当たらないところで風通しのいい場所で保管するようにしてください。3つ目はブーツの保管方法です。ブーツは通常このような形で皆さん履いていると思うんですけれども、このアウター、インナー、このインソール、この3つに大体分かれているパーツで組み合わされています。ほとんどのブーツがこのように3つにばらすことができますので、このばらした状態でまずはしっかり乾燥させてあげることと、きれいにするようにしてください。乾燥ができたら、このインナーをこのアウターの中に元に戻して、紐をしっかり締めた状態で型崩れしないように保管をしてください。4つ目はスノーウェアの保管方法です。スノーウェアはシーズン中使っていると防水性能が落ちてしまったり、汚れがすごいついてしまうので、クリーニングに出すことをお勧めしています。またクリーニングに出した際に撥水加工をしていただくのもおすすめです。ゴアテックスのウェアの場合は、ゴアテックス用の洗剤というのもありますので、自宅でクリーニングしていただくことも可能です。